タルタルは日本のプロレスラー。本名タルヨシカズ。兵庫県神戸市出身。コンタクトレンズで目つきを鋭くして、コア表の顔つきに上半身にトライバルのタトゥーを施した悪役集団、ブールマーダーズの主会として、プロレスリング01を中心に活動している。もともとは地元の神戸を拠点に空手家として活動していたが、 1995年1月17日の兵庫県南部地震がきっかけとなりプロレス転向を決意する。1996年にウォーで竹明道場の一員としてデビューした。その後メキシコへ渡り、東流門でブレーク、現地でルードレスラーとして活躍した。その後しばしば WCW への遠征も果たしていた大島信彦、諏訪高弘。 フジトールジ樹と合流し、クレイジーマックスの一員となった。日本帰国後に、竹明道場との縁を切る。以後2004年11月の解散まで、C マックスのマネージャー系に良き兄貴分という立場になった。団体最重量のタルト最軽量のストーカー、市川との試合は、団体の名勝負であった。が、C マックスは、 ライバルチームが結成されるたびにベビーフェイス色が強くなっていき、タルも外見とファイトが一致しなくなった。2004年をもってドラゴンゲートを退団し、フリーランスとなった。全日本プロレスではジョニー・スタンボリー、近藤修二、ブラザー・ヤッシュラと VM を結成、狂気攻撃、バト文句などの行動で王道を脅かす存在となり、ヒールとして高い評価を得た。 2006年1月8日、全日本プロレスで三冠ヘビー級王座に挑戦。2007年8月26日には、小島と組んで世界タッグ王座を奪取、自身初のタイトル獲得となった。11月からの世界最強タッグ決定リーグ戦に、ゾデアックと組んで参戦。2007年12月29日、プロレスリング、エルドラド後楽園に登場、エルドラドの GM と名乗り、 エルドラドのプロデュースをしていくことを表明した。2008年1月3日、武藤刑事ジョードーリング組に敗れ世界グ初防衛に失敗。3月1日、VM を脱退したスワマとシングルマッチを行うも、敗れた。2010年2月、対立ユニット F4 との解散マッチで、小島から勝利する。4月29日、 ビッグダディブールとのタックでアジアタック王座を獲得する。8月29日、ソヤ学、真田翔也組に敗れ、アジアタック二度目の防衛に失敗した。2011年5月29日、大会にてタルの同僚だったスーパーヘイトが急性硬膜下血腫のため試合後に倒れ、緊急手術を行う出来事があった。5月31日、タルは試合当日に ビジネス上での口論からヘイトへ数発を出したことを自ら会社へ申し出、6月1日に記者会見にて無期限での出場自粛を発表した。試合前の暴行と病気に直接の関係があったかは分かっていない。11月22日、タルはマザダと共に兵庫県警察吹き合い所によってスーパーヘイトへの障害容疑の疑いで逮捕された。 調べに対してタルは日頃の態度が悪いことを叱ったが、反省の色が見られず殴ったと自ら容疑を認めている。同年12月13日に神戸簡易裁判所に対し暴行罪で起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。2013年1月、タルはプロレスラーとしての復帰を表明。昨年、ブローターやしにより再結成が発表された。 新生ブルドゥーマーダーズに合流し、ダイヤモンドリングに参戦する。2015年1月、ジャイアントババの17回帰大会に、レスラー復帰後、初の全日本プロレスに参戦した。また、ババ原始夫人からの参戦依頼で登場し、継続参戦は完全否定した。タルが参戦を要請された理由は、月命日の31日に欠かさず、自宅に来てババに手を合わせているからであった。 2016年、ワールド女子プロレスディアナとゼロイチを中心に参戦。2017年2月、プロレス活動における所属を魔界とした。ありがとうございます。